5月10日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、立川志らくです。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は太平洋横断中の辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週月曜日の助っ人パーソナリティは立川志らくさんです。はい、今日もよろしくお願いいたします。まあ、志らくさん、はいはい、お忙しそうですけれども、うん、今日もまたネットニュースになっていましたよ。いやいや、広尾で喋っただけで今もうみんなコメンテーターが池江さんへのオリンピック自体の、はいはい、追悼というんですか、要請がね、うん、ね、そうそう、それが問題になって私も言っただけなんですけども、うん、池江さんにそういうこと言うのはもう当然それはお門違い、別に国だとか、東京都の小池さんだとかね、組織委員会の方に言えばいいことであって、それはもう当たり前のことなんだけども、私これ気をつけなくちゃいけないのかなと思ってるのは、池江さんだから結構ニュースになった。これ池江さん以外の他のオリンピックの選手にだって当然言ってはいけないことなわけですよ。で、まあオリンピックのシンボル的な存在だっていうのはもちろんあるんだけども、これ逆のパターンもあって、私も一回言ってしまってしまったなと思ったことあるんだけども、池江さんの姿をオリンピックで見たい。これファンが言う分には別に何の問題もない。それはみんな見たい。はい、それがこの間広尾で西村大臣かなんかがオリンピックをやる理由の一つに、池江さんの復活劇を皆さん見たいでしょ。池江さんを見たいからオリンピックをやるんですって、これはちょっと違いますよね。だってオリンピックって、ね、池江さん一人のためにあるわけじゃないんだから、はい、それを、池江さんを見たいからオリンピックやりますって言ったら、池江さんにどれだけのプレッシャーがかかるのかっていうのもあるし、だからいろんな人が池江さんって、だからこれ両方ですよ。池江さんにオリンピック反対と言ってくださいっていうのもお門違いが違いだし、池江さんのためにオリンピックをやりましょうっていうのもお門違いなような気がしますね。はい、だけどやっぱりSNS の怖さっていうのは、昔はそれこそ、ひろゆきさんのこしらえた2チャンネルなんかでいろんな悪口を書いてると、あんなもの、便所の落書きだと思えとかね。はいはい、それが今、ツイッターが同じような状況になって、自分の家の壁に、落書きして、はい、それならまだ自分の家が汚れるだけだからいいんだけども、近頃はそれを当人のうちの壁にまで、かけに来ちゃうんですよ。かずしけの、バカ息子みたいなね。そういうことになっちゃう。だから、なぜそんなことをするのかなって、だからちょっとしたことがね、例えば、この間、寄席のなんか開く開かないっていうのが一つ話題になったでしょ。寄席っていうのは、緊急事態宣言において、社会生活において必要なもんなのか必要じゃないのか、ちょっと寄席の方が必要だと。で、私は、私の意見というわけではなく、落語家の、名文句に、世の中にはあってもなくてもいい仕事がある、なくてもなくてもいい仕事がある、それが落語なんだと。で、それを紹介したわけですよ。だからよくもまあ、社会生活に必要だなんて、言うよ、寄席は。ってことを言ったらば、これは神田伯山とかね、それから増山さんの相方の一之輔とかが、もう途端に反応してね、寄席に出てねえくせに言うな、一之輔なんかものすげえ後輩ですよ。そうですね、本当は俺となんか口なんか聞けないぐらいな。だって私の弟子一番弟子が下なんだから、キャリアがあった。あいつ本当にね、まあ仲良くね、二人会とかやったりね、私の知見の直の後輩であるから、落語面白いしね。だけどあいつ私が新内、披露の、新内昇進試験の時、客席にいたやつだから、あいつは。志らくさん、新内になれるのかしら、ドキドキしてた、聞いてたやつがもう近頃なんか調子に乗っちゃって。それいくら落語の評価が高いって顔だけ見たら AV 男優みたいな顔しやがってね。それは私、じゃあ金曜日に伝えた方がいいですかね。そう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 。私が AV 男優と言ったわけじゃない。ある落語会でね、帰りの電車の中でもって、その客が、一之輔ってやつ面白いな。だけど怖いよ。あんな AV 男優みたいな顔してあんな面白いんだからって、客が言ってたんだからね。なるほど。それから白山もあいつはひどいですよ、神田白山。いろいろおっしゃってるみたいですね。あいつはね、私の前だとペコペコなんですよ、もう。もう二つ俺になってね、志らくし。いつも名前をラジオで使わさせていただいております。俺の悪口言ってるだけじゃないかと思って、神田伯山ってやつもものすごい後輩なんだけど、ラジオでの私のその寄席の件で、寄席に出てないくせに、あいつはよくそう、あいつ呼ばわりですよ。私のこと。
私、ね、後輩にあいつと言われたのは、ホリエモンにも一回言われたことあります。あ、そうなんですか。あの、ホリエモンの餃子騒動の時に、私が批判をしたんですよ。そしたらホリエモンが、あいつは昔からひねくれたことしか言えないとか、まともに会ったこともないのに、あいつ呼ばれてね。はい、私はホリエモンのことは、まあ、ゆるキャラだと思ってますから腹も立たないんですけど、神田伯山はね、会うとペコペコして、私一回、お前、俺の悪口ばっかり言って、俺は怒らないって、世間から言うとなんか怖いイメージがあるから、お前はなんか強いものに向かってきて、なんか勇敢な男に見えるけど、俺が怒らないってこと知ってるからこう来るわけで。本当にお前に勇気があるんだったら、俺の先輩の立川談春、あの悪口をラジオで言ってみろと。お前もうこの世界じゃ生きていけなくなるよって、して、いやいや、まだ10年ぐらいかかりますなんて、もみ消しながら帰ってったんだ。それがね、今回の寄席でも、やっぱりあいつ呼ばれるんですよね。あらまあ。なんで寄席にも出たことねくせしやがってみたいな。じゃあ包丁でガツンと言ってた方がいいんじゃないですか、本当そう、そうなんですよ。近頃ね、私が、怒らないキャラクターだと思ってるから、だからもう後輩たち舐められまくってる。だって白山とだからそんな仲良くないんですよ。一之輔は仲いい。白山なんかね、テレビ局で一回会ったぐらいでね、現場で会ったことがない。へぇー。あいつがの悪口言ってるってことを聞いて、あ、俺に何かアンテナ向いてるなと思うから、あいつのなんか読売ホールでやった落語会にゲストで出てあげて、で、まあ、ちょいと落語やっときゃいいんだけど、もう目いっぱい私、芝浜までやってんだからね。で、その後あいつ調子に乗って、松之丞から白山になるときに、寄席で広めに出てください。はい、寄席にも出たことねくせんって、お前寄席に呼んでるじゃないか、俺は。寄席に呼んでる。俺、広めで、ね、工場まで行っちゃって、頑張ってくださいまで言ってるのにね。はいはい、安いギャラで全く、そんなに私、ぐだぐだ文句。しょうがない。なんでここで後輩の愚痴をこぼしてるんだ。いやでもね、きっとこれを受けてまたなんかおっしゃいますよ。なんか言い出すんです。いろんなことをね。もううちの神さんなんかね、ああいう小物を相手にするなってこう言ってました。株が下がるって。で、そういうこと言うとまた聞いた、白山ファンとかがね、はいはい、言ってくるんですよ。白山の講談は歴史に残るけど、志らくお前の落語は記憶にすら残らないとか。ひどいことおっしゃいますね。ということで、みんなね、私と白山のプロレスをやってるのに外野がまたそこでね、うん、本気になって、ね、乗ってくるんですけどもね、もうガツンと本当は先代の円楽師匠なんかね、笑点の司会やってた。はい、男子の弟子の文字付け師匠って筆頭ですよ。男子の一番弟子。で、ものすごく文字付け師匠のこと可愛がってた。ものすごい仲良かった。だからある時ね、落語会で、近頃円楽さんはって言ったの。円楽さん。はい、円楽師匠っていう。それを聞いてね、だそれほど仲がいいって話なの。円楽師匠激怒して、あの小僧がね、野郎、人のどっさんと呼び上がった、詫びに来いって本気で怒ったんだ。そうなんですか。爆笑問題の田中君の方が、男子さんって言っただけで、はい、男子は激怒して、あのチビこの芸能界から消してやるって怒った。師匠と呼べ、師匠とね、野郎。だから、シャリが通じない場合もあるんだからね。だから、一之輔君も、白山先生も、あまり私の悪口を言わないように、お気になってますか？お願いします。今日もそんな具合で、おしゃべりをさせていただきます。よろしくお願いいたします。池江さんの話か何の話になっちゃうんですか。本当ですね、展開しますね、はい、さあでは今日の株と為替からお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価続伸しました。先週の金曜日に比べまして160円52銭高い 29,518 円34銭でした。アメリカの金融緩和、長期化期待などを背景に、幅広い業種で買いが優勢となりました。また、為替相場は現在1ドル108円80銭付近で取引されています。こちらは先週の木曜日から50銭ほど円高になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ。で、4時台には、元法政大学教授で元参議院議員の田島陽子さんが登場です。コロナ禍の女性の貧困問題について考えていきます。はい、で、5時になりますとオープニングは、生存確認テレフォン5時の辛坊です。です。で、辛坊さんね、今日で出向してから31日目になりました。で、ついにですね、はい、先週の土曜日の朝の4時過ぎにですね、日付変更線超えたんですよ。ついに超えました、うん、だから計算すると、今辛坊さんですね、9日、ま、日曜日の午後6時42分ぐらいっていうことになるんですね。ちょうどね、計算ね、日本時間から3時間進めて丸1日引くみたいな計算ですけれどもね、生存確認テレフォン5時の辛坊です。5時のオープニングもお楽しみになさってください。
さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は週末のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか、毎週月曜日は立川志らくさんとお送りしています。で、このコーナーからニュースデスクの森田浩二さんにも入ってもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。読売新聞が今月7日から9日に実施した全国世論調査によりますと、東京オリンピック・パラリンピックについて中止すると答えた人が 59% と最も多く、観客数を制限が 16%、 観客を入れずに開催するが 23% でした。昨日、国立競技場でオリンピック・パラリンピックに向けた陸上のテスト大会が無観客で行われました。また会場周辺ではオリンピック開催に反対するデモが行われ、およそ100人が参加しました。今月の17日から18日の間で調整されていた IOC のバッハ会長の来日が延期されることになりました。緊急事態宣言が延長された状況などを考慮しての判断で、今日の夕方、組織委員会が正式に発表します。NTT と携帯大手各社は今朝から新型コロナのワクチン接種の電話予約を始める自治体への発信や着信を制限することになりました。通信量が増えて他の電話がつながりにくくなるのを避けるためだとしています。大相撲夏場所は昨日、両国国技館で初日を迎え、緊急事態宣言のため3日目までは無観客で開催されます。4日目からは上限およそ5000人として観客を入れます。競馬の G1 レース、 NHK マイルカップが昨日東京競馬場で行われ、2番人気のシュネルマイスターが優勝しました。新日本プロレスは7人の選手が新型コロナの陽性判定を受け、団体内の感染者が合わせて9人となったことを発表しました。また緊急事態宣言の延長を受けて、新日本は予定していた今月15日の横浜スタジアム大会と29日の東京ドーム大会の延期も発表しています。アサヒビールは商品供給が追いつかず出荷を停止していた缶ビールスーパードライ生ジョッキ缶を6月15日に再発売すると発表しました。ですね、もう毎週恒例になってきました。興味のない人はどうでもいい話なんですけど競馬の G1 レースですね、NHK マイルカップ、はい、で私が20丸を打ったやつは大抵飛ぶと、そういうふうに言われてるんです最近ね、はい、で今回は私は2番人気の勝った、シュネルマイスターっていうのを20丸、はい、だけどもそれと同等ぐらいでバスラットレオンっていう3番人気か4番人気ぐらいの馬を、対抗に上げて、でもうみんなにはいや、まあ、バスラットレオンがもう次は来るかもしれない、みんなにはそういうふうに言ってたんですよ、うん、で買うときに私はこっそりと、はい、わからないようにシュネルマイスターを9割バスラットレオンを1割こっそり そうしたらば、スタートと同時にその私がいいよいいよって言ってたバスラットレオン、スタートと同時に落馬あの馬ね、はい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 、よかった、やっぱり私のやったやつはこうなるんだと、でこっそり買った、シュネルマイスターが最後差し切って、はい、ちゃんと私は単勝を、取らせていただきましたので、まあ、この作戦がいいなと、競馬の神様を欺くやり方が一番いいなと思いました。まあ、あと私相撲も好きなんで、まあ、相撲はもう子供の本当に輪島だとか、仙台の貴乃花が、はい、ちょうど入ってきた頃ぐらいの相撲ファンなんですけども、貴乃花事件があったじゃないですか。あれでもって散々から相撲協会を批判したから、もう相撲見に行けなくなっちゃったんです。もうみんなにもう、ね、チェックされちゃってて、あらあらあら、だからちょっと寂しいんですけど、無観客、これ私ね、野球の無観客って結構バットの音がね、こうボールに当たる音が聞こえたりして面白いなとは思うんだけど、うん、相撲ばっかりはなんか本当稽古にしか見えない。確かに稽古にしか見えない、うん、あの観客がいないっていうのを私で、はいはい、
どうすればいいかと思ったらば、照明。照明で全部観客、落として、土俵のところだけスポットライト、あと花道でこう、刺すライトで、こう、追っかけるみたいなね。そうするとね、プロレスみたいな雰囲気になって、ショーアップされますね。そう、ショーアップされて、ぜひともね、まあ、また緊急事態宣言があった時には、一つそれをお願いしたいなとは思ってますけど。本当はね、照ノ富士大関復帰ですから、大きな拍手が起こるところがなかったですもんね。そうなんです。それがもったいないですよね。あとはもう、緊急事態宣言の延長でオリンピック云々っていう、私今回の緊急事態宣言の延長で、やっぱりみんな言ってるけども、映画館がダメで、美術館がダメで、テーマパークだとか演劇だとかスポーツは、はい、相撲もそうだけども半分ならいいっていうね、はい。これが本当に不公平って確かにそうなんですよ。美術館で観戦しようと思ったら難しいですよ。うん。密になったとしたってあそこで喋ってる人いないですから。で、映画館と演劇と比べたときに、映画館だって、まずみんな喋んないでしょ、うん、それから、映画は喋らない、はい、演劇の方はどっちかというと、特に小演劇なんかになると、うん、よほど対策しとかないとね、舞台上の人も、ね、それから映画館なんてちゃんと責任を持ってやってるけど、演劇こういうと小演劇の人申し訳ないけども、ちゃんとしてるとかちゃんとしてるけど、うん、適当なところは適当でしょ、仲間内だけでやってるから、その感染対策も。だからこれが映画館が NG で演劇がなぜ、うん、いいんだろうとかね。これ政府と東京都でまた違ってますから ね、政府はですから本来は時短1000平方メートル以上のところ時短と言ってたんですけど、東京都がね、休業要請ということにしちゃいましたもんね。だからこれやっぱり揉めるのは科学的なね、見地が ないんですよ。科学的にこういうデータがあって、だから美術館は今ちょっと危ないんです。人流を止めるっていう理由だけで全部を止めようとしてるんだけど、科学的なあれが全くないんですよね。だから、演劇の場合はこうで大丈夫、映画館はダメですっていう、この科学的なものが、一切ないから、バッハ会長がね、来ないでしょ、うん、私は今日に広火で逃げやがったとこう言ったんですけどね。この番組で田崎史郎さんが、もしかしたら緊急事態の、延期があってバッハさんの延期もあるかもしれないって、予測してましたけど、はい、その通りになりましたね。とりあえず今回、お見えにならない。6月に来日で再調整するみたいですけどね、で今こそこの緊急事態宣言で日本が東京がどうなってるかを見に来て、でバッハ会長の言葉でもって、科学的にこうだから、東京五輪は、大丈夫なんですよって、やっぱり言うだけのこと言わないと、それは世間の人は納得しないですよね。だってそれはファイザーが、海外のオリンピック選手にはワクチンを提供すると、だけど日本の選手はどうなるか分かんない、私これ五輪開催するんだったらば IOC がね、とにかく日本の選手も、それから、各国の選手も、選手だけではない、それに、付属する、ついてくるコーチだとか関係者、あと、メディアの人たちも、全員、ワクチン、日本の、場合もそうですよ、関係者から、何か全員にワクチンを打ってっていう、そこまで IOC がやって、それで安全ですよって言わない限り、科学的な今、ものがないところで、我々が言ってるのは感情なんですよ。オリンピックなんかやってる場合じゃないって、これ科学的な見地じゃないです。なんとなく言ってるわけですよ。店も閉めちゃってる、みんな泣いている、なのにオリンピックなんかやってる場合か。で、今メディアもなんかこっちに乗っかってきたでしょ。いろんなコメンテーターもみんなオリンピック反対って。自慢じゃないけど、私も今年の初めぐらいから言ってますからね。早くからね。それでもうテレビではオリンピック、延長反対っていうのはタブーのような雰囲気が。それを言うとね、アナウンサーたちが慌てるんですよ。だから、言っちゃいけないのって言ったら、はいって言われました。生放送で。国山派生に。はいって。あ、テレビで言っちゃいけない。はい。言っちゃいけませんみたいなね。それずっと私は、危険だから、やっぱり平和の祭典なんだから、もう一切そういった心配がないところでオリンピックをやるべきだってずっと言い続けてきたけど、これは感情論。感情論に対して今、オリンピックやるって人がみんな、感情論なんですよ。何としても成功させますとかね、オリンピックはコロナに打ち勝ったその証にしますとか、でコーツさんまでそうですよ。IOC の、はい、総理大臣がやると言ってるんだから何があってもやるんですってコメント出してる。感情論に感情論でぶつけたらば、ただ火がつくだけ。感情論で言ってる人は余計怒る。ここは感情論を抑えるには科学的なものでもってしっかり言ってくれないと。
だからちょっとオリンピックこれは難しいといえば難しいですね。まあ、IOC はね、あのファイザーのワクチン無償提供については日本選手とか日本のまあコーチなども含めてということを言ってるようですけれど、確かにメディアとかその辺の人たちどうするのかとか、そこも全部含めてですないんですよね。全部うちが勝って全部やりますからぐらいのこと言わないとね、多分私は収まらないと思いますね。こんな状況でオリンピックが始まったら選手は本当気の毒だもん。確かに。以上ズームフラッシュでした。はい、5月10日月曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから立川志らくと日本放送の増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、5時台には辛坊さんの衛星電話に電話をかける企画、生存確認テレフォン5時の辛坊です。これ毎日お送りしてね、ねほりはほり、はい、聞いちゃってますけれども、現在はですね、辛坊さん東京から東へおよそ4000キロ離れた太平洋上にいらっしゃるということなんですよね、うん。で、日付変更線を越える直前にはもう風がなくなっちゃって、一時はもうその日付変更線越えられないんじゃないかと思ったそうなんですが、無事に越えて。越えたり越えなかったり、越えたり越えなかったり、一体俺はどこにいるんだって。そう、やっと越えられたようですけれどもね、なんかね、お祝いもしたようですよ、一人で。一人で。シャンパン開けちゃったりなんかして、そのあたりもね、ちょっと聞いてみたいと思っております。さあ、それからご意見いただいています。荒川区のしまっちさん、男性の方、はい、志らくさん、ホリエモンのことをゆるキャラと言っていましたが、フワちゃんのこともゆるキャラと言ってませんでしたっけ。志らく市長のゆるキャラの概念とは一体。いやいや、フワちゃんはね、フナッシーの後に現れた、はい、あのゆるキャラなんです。だから、あの、しらくって呼び捨てにされても、ふなっしーに言われてるには腹も立たないと。はいはい、で、堀江門は、堀江門っていうぐらいだから、私はずっと、もうゆるキャラだと思い込もうと。くまモンみたいな。そうそうそう、そうじゃないと、いろいろいろんなこと言ってきて、腹が立つといけないと思ったんで。いい発想の転換ですね、それで、ね。はい、はい。それからですね、千葉県船橋の、キジトラニャンコさん。しらくさん、オークスダービー期待していますっていう。そうそう、私が20丸を打ったやつが飛ぶ、はい、でも近頃競馬の神様の目を欺く作戦を考えついてますから、だからそこは気をつけてギリギリまでツイッターを見ながら。ツイッター、そうですよ、細かくチェックしてね。そう、もう近頃ね、私昔よく政治のこととかもつぶやいてたんだけど、はい、やたら炎上していろいろ喧嘩を打ってくる人がいるからもう疲れちゃったんで、近頃はね、競馬、あの掲示板ですね、競馬のことしかもうつぶやいてないと。でもいいじゃないですか、競馬やる人はね、それ参考にして。そう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 、うん、結構ね、でも、あの、私ちっちゃいレースは当たるんですよ。あ、そうなんですか。大きいのが当たらないんですか。大きいのが当たらないんです。ちっちゃいのはね、結構あの取ってるんですよ。あら、だって回収率で今年プラスになってますから。あ、トータルで言うと。トータルで40万ぐらい買ってますからね。あ、そうなんですか。そう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 。あら、まあ。うん。まあ、ちっちゃいところ、あの、弱い者いじめが得意な、そういうタイプである。もう強いところにはもうダメ、全くダメってことだ。まあ、でもほら、志らくさんのツイッターも見て、あとほら、今流行ってる、ウマ娘っていうね。ウマ娘。ゲーム。そうなんです。スタッフも馬娘にハマっちゃって、それで私も競馬の話をするから馬券買って当たっちゃったりして、もうね、それでもう毎週競馬の話してから辛坊さん戻ってきた時はつまんなくなるよ、ほら、もう競馬の話できなくなっちゃうんだろう。確かに本当ですよね。どんどんこうやって競馬の輪が広がっていきますけれどもね。ご意見まだまだお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのメッセージをお待ちしております。さあ、この後は田島陽子さんがスタジオにご登場です。はいはい、日本放送がお送りしているズームそこまで言うか、この時間もニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。はい、お願いします。では、この時間特集するニュースはこちらです。明日から4都府県の緊急事態宣言延長。東京、大阪、兵庫、京都の4都府県の緊急事態宣言について、政府は明日11日の期限を今月31日まで延長するとともに、愛知県と福岡県を12日から対象地域に加えることを決定いたしました。さあ、ではここでスペシャルコメンテーターの登場になります。元法政大学教授で元参議院議員の
田島陽子さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。田島さんとは、はい、あのそこまで行って委員会辛坊さんがやっていた、あそこでリモートで一緒になった、はい、まあ、あの番組の場合はみんなもうちょっとおかしくなりますからね、もういろんなこと言って激しいね、もうね、そうなんだ、戦いが。もう田島さんというと私の印象は、あの論客の方々って結構普通は論理的にこう攻めていくじゃないですか。で、我々あの芸人はどっちかというと感情論ですよね。で、田島さんの場合は、この論理的と感情がごっちゃ混ぜになってぶつかってくるから、はい、だからね、相手は本当大変なんですよ。今日は一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうだったんですか。そうだったの。まずその、あの、緊急事態宣言の延長について、はい、もうどっちでもいいですよ。あの、感情論でもいいし、あの、論理的なあれでもいいし、今回の延長はどう、率直どう思われますか？意味ないよね。意味ない。もう意味ない。飽きちゃった、はい、退屈。もう緊張感がないと、ね、緊急事態宣言も何もないですよね。こう、少しずつだらだら小出しにしてって、あ、ダメだね、リーダーとして、国が。国がね。うん、なってない。なんでこんなダラダラすることをやるんですかね。私よくわかんないんですけど、ね、やっぱりあの古い言い方で2頭を追うものは1頭を追えずってあるじゃないですか、ね、経済と、ね、あのコロナ、それをなんとか両立させようとしてやってる、あれがもう最初から間違ってると思う、あの緊急事態宣言延長と私一番疑問に思ったのは、感染者数が毎回発表される、それで緊急事態宣言に入ってから2週間後に感染者の数字が出るのに、その前に延長って決めたでしょ。そう答えが出てないのになぜ延長だって、これは一体どういうことなんですか。わかんないんだよね。本当に、あ、変なことは使っちゃうけど。それ生放送ですか。そこまで言って委員会の場合はあのカットできるから、ここはカットできる。そうですよね。生放送で。本当にちょっとやっぱりおかしいし、それからあの医薬関係の人たちがいらっしゃるでしょ。あの人たちといい関係なんでしょうか。いい関係のような気がしないんですけど、で、言うことを聞いてない気もするんですけど、で、そう言っちゃなんですけど、安倍さんの時からもうこれはおかしいと思いますね。国民に10万配った時のあの時から、もうあの人たちは何にもコロナのことを理解してなかったし、理解してないと分かってもその後一生懸命頑張って理解するようにすればいいけど、全然してないって気がするんですよ。ほいでうまく連携取れてないし、分科会の人たちと、なんか怖いですよ、ちょっと。だからちゃんとあの科学的、それは総理大臣だとか、都知事だとかは別に科学的な、ね、専門知識がなくても、そのために、専門家がいるんだから、それを聞いて、科学的にこうだから、今回、あの、おかしいのは、延長の期間を決めるでしょ、決めるんじゃなくて、こうなったら科学的に安心だからやめますとか。説明がないのよ。ないんですよね、なんかすごい戦前の日本みたいに。本当にそう。竹槍で頑張れば我々は勝つんだみたいな、ね。本当にそう。なんか国民の命っていうよりは、あの、勝つまで、あの、何みんな国民は死んだっていいみたいな感じ。ね、本当に戦中と同じメンタリティ。日本人もすごい悪いとか出てますよね。そうですね。で、決めない。きちんと決めない。で、分科会と中は、うまく連携取れなくても本当に自分の考えが総理にあるとしたらそれを推し進めていいんですよ、でもそのためにはきちんと説明責任を果たさなければ、国民バカにしてるのか、説明が全然果たされてないですね。おそらく分科会の専門家たちは今回の緊急事態宣言も最初に出した時は最低3週間は必要だと言ってたんですけども、田島さんおっしゃる通りやはり経済ということも考えて、明日まで5月11日までとしたんですけれども、ゴールデンウィーク期間中ってどうしてもあの病院の検査件数が少ないですから、どうしても実態がなかなか反映されないとか、そういうこともあったようですよね。だってそれだってあの世間が言ってたのは、バッハさんが来日するから、その前に終わらせたいっていうね、それも本当にゲスの勘繰りは当たってますよね、バッハさんが来るからじゃあこの辺で終わっといて、でそれが収まらないからじゃあバッハさんの来日を延期させちゃおうみたいなね、でもそれもおかしいよね。バッハさんとっとと来いよ、もうそれで現状見ろよ、ね、それ来させないっていうのもおかしいし、来ないっていうのも怪しいと思ってるからじゃないの。で来ない理由がないんですよね。そう、なぜいやこうだから今回はそれも説明ない。それもない。全部説明がなさすぎるんですよね。すごく国民バカにしてるの。あの何本当に戦時中と同じで、勝つまではなんだかっていう、そういう感じで。ただ国民が一人ずつ死んでいくのを仕方がないみたいに見てる気がする。本当そうですよね。だからオリンピックだとちゃんと説明すればいいのに、そうだからトップたちがオリンピックをやらせたくないんじゃないかと逆に思うぐらい、上のせいでなんかオリンピックの反対の声が高まってきちゃったですよね。もう国民は 70% 以上が反対でしょ、
誰がやりたがってんの、 IOC と日本政府、うん、本当は誰がやりたがってんの。あの外国人の記者によるとやりたがってるのはスポンサーだって言ってるよね、うん、コーラだとかトヨタだとかね、電通だとか、うん、そうなんですか。私には分かんないんだけど、それ私に聞くと分かんないけど、ね、でも本当にやりたがってるんだって。国民の税金出してる国民の 70% があのやらなくてもいいって言ってるのに、うん、だってお金がものすごい損失するのはそれは分かるんですよ。日本だってオリンピックをやんなければ東京とかどれだけの、うん、何兆円っていう、だからこれだけそうすると税金が上がってしまう。白くさん、オリンピック反対だって言うけど税金上がっていいんですか、うん、それ税金上がるのは嫌だけども、うん、我々はどういう教育を受けてきたかっていうと、うん、お金よりも人間の命の方が大事だってずっとそれは言ってたでしょ。実のところは本当は金なんですよ、世の中ってのは本当はね。残念だけど、うん、だけども子供たちにはお金よりも人間の命が大事だって言ってるのに、やっぱり金の方が大事だって子供たちに言っちゃう。結局政府がそういうあの後ろ姿見せてるじゃないですか。二と王として、ね、命よりもでしょ、うん、本当に命を追うんだったらもっとスパッスパッとけじめつけてやらないと、コロナはダメじゃないですか、うん、あの全然違う話なんですけど、田島さんのあの今目の前にチラシがポッと目に入ったんですけど、シャンソンのねリサイタルも、延期。これは私ね、あのそんなシャンソンは詳しくないんだけど、エディット・ピアフが好きで、YouTube やなんかでもってこういろんなの聞いてたんですよ。うん、で聞いてるといろんな人のがこう紐付けで出てくるでしょ、うん、そうすると、あれこれ田島陽子に似てるなと思って、でこう聞いてて、結構知らない人だけど、あいいななんて、愛の参加かなんか聞いちゃったりして、したらよく言ったら、あ、田島陽子さんだ。そうですよね。で、いろいろ調べたら、ちゃんとシャンソンデビューしてる。誰が載せんだろうね、ああいうところに。そんな。ただで聞かないでって。恥ずかしくても、来月の6月20日にはね、もうね、あの私は日本橋の三越劇場で、うん、あのここ数年間やってるんですけど、うん、したら去年も三越劇場からもうあのやらないでくれって言われて、で今年もうちからコロナ出したくないからやらないでくれって言われて、だからこれで2年続けてやってないんですよ、うん、で私がいつも歌ってる四ツ谷のアリンコってちっちゃいとこあるんですけど、はい、ライブで、はい、それももう全部、やっぱりまあシャンソンやってる人年配者多いんですよね、うん、だから自分たちもかかったら困るっていうんで全部やらないから、うん、もう歌なんか忘れちゃいましたよ。鼻歌も出てきやしない。うん、でもあの一方ではそのエンターテインメントは半分ならいいっていうふうに言ってるじゃないですか、うん、今度ね、うん、これ半分で開催みたいなのないんですけど、シャンソンなんて要は一人が出てきて歌うわけだから、うんうんうん、演者から観客に感染をさせるってことはもうほぼないわけですよね、うん、そうですよね、うん、で多分あのこれツイッターでこれ立てれば ね換気さえよくしてればで、お客さんもシャンソンを聞きに来てちゃんと距離を置いておけばおしゃべりもしないし、そんな危険なことはこれからやろうと思えばできるかもしれない、うん、あとでももう一つね、そのショーアートっていうのやってて、はい、その個展も去年延期になっちゃって、あそれで、ね、あの地方のデパートでも個展をやることになってたんですけど、うんはい、それも全部キャンセルになっちゃって、その、ね、今回あのさっき私冒頭に話したんだけども、うん、美術館がダメだと、その個展変だよね、これどういうことですか。これだって美術館だとか個展誰も喋んないでしょ。だってそう黙ってみんな普通見てるでしょ。で普段平常時でも喋ったらシッってなりますよね、うんうん、なるなるなる、他のお客さんちょっと名前は静かにしてない、うんうん、だからもう騒ぐ子供なんか連れていけない、うんうん、それもだけど時々あのなんかフランスから有名な画家の作品が来たり、うん、ゴッホとか来ると山、うん、鈴なりになるじゃないですか、多分あれは想像じゃないかとか思うんですけど、普通は私なんかが行くのはみんなもう閑散としてますよ、なんかそれは人数制限をすればいいだけのことですよね。そうだから何の問題もない、よくわかんないですよね、それも古典も美術館も博物館もダメだっていうね。でも私の個人の個展なんかは、まあ、オーナーのギャラリーの持ち主と話してるんで、やりましょうかやりません、そういう話なんですけどね、あの小さな画廊ですから、はい、うん、でも大きなところはね、うん、とも小さいところだったら人はポツポツしか来ないから、結構小さな画廊はみんなやったりしてるんですよね、あとあの田島さんというと、あの一つここであの女性の貧困問題についてちょっと話を伺いたいんですけども、コロナ禍での女性の貧困問題、これも今大変なことになってるじゃないですか、また自殺者も相当増えてるし、女性の自殺者だけで6976人、7000人近く、コロナ の重症患者ですか、ある時期の死者と同じですよね、数としては。この女性の貧困問題はどう思われてる、これはあの実は現実がそうなんですよね、だけど普段は女性は元気だし、みんな
隠されてるんだけど、やっぱりこうなってくるともう具体的ですよね。パートとそれからアルバイトですか、そういう職にしかつけないんですよ。女やっぱり子供を産んで育ててると、結局フルタイムにつけるために私みたいなシングルになっちゃうか、あるいは両方やるとしたらもうすごい男性の協力や国の協力や行政の協力がないと、子供を産んで家庭を持ちながら同時に女性が働くっていうのはものすごいもう人を超えた作業なんですよね、でもなかなか国は助けない、行政は助けない。だから結局女の人はフルタイムを諦めてパートになるわけでしょ、すると今女の人はフルタイムで働いても男の人の給料の 70% しかないのに、それもよしちゃってパートとあれになっちゃうともう本当に貧しくなっちゃうし、まして男の人がいないと、だから女の人はどうしても男の人を捕まえなきゃ生きていけないような日本の国情っていうのがあるんですね、だからこれは抜本的に女の人が子供を産んで家庭を持ってもきちんとフルタイムで職に就けるように国がきちんと保育から何からの面倒を見る、そういうシステムを抜本的に作っていかないと、女の人は自分の人権を、人間としての人権を全うできないんですよ。結局、政治家は男性が多い、それで、高齢者が多い、そうなってくると現場を見てないから、全く実感として湧かないんですよね。だから人間って実感として湧かないものになんかやってみようってこう気にならない。だって子供庁を作るったって、二階さんがね、言ったって、二階さん子供庁だって、もう、かなりのご高齢じゃないですか。子供の何が分かってんのって、まあ失礼な言い方なんだけども。いやいや、実際ね、本当に女性の議員の数約半数近くにすると、政策はいろいろバラエティに飛んで出てくるけど、今みたいに女性の数が 10% 未満だとすると、女の人の議員はね、全部過剰適用してるんですよ。自民党なら自民党の政策に過剰適用してる、だから今女性で大臣とかなんかいますけど、全部自分の何の政策なんか出してない、全部二階さんの代面であったり野田さんにしろも、いろんな人全部もうダメダメ。だからそれが半数近くになると、女の人たちはやっと自分たち発揮できるようになって自己主張できるようになるんですね。だからただ数が増えればいいっていうことが、じゃあしょうがないじゃないかっていうけど、ただ数が増えることは非常に大事で、例えばノルウェーとかあっちの北の方の国っていうのは大臣半分女性ですよね、クォーター制取り入れて、と政策が違うんですよ、やっぱり。でね、男と女、この輪っかを2つ重ねた真ん中の部分で同じ政策を考えても、この端っこの部分は多様性だから、男性は男性なりの、女性は女性なりの発想の、政策とか考え出てくるんですね。これクォーター制を導入しようという動きは全くないんですかね、今のところ。だから立憲民主党がちゃんとやってくれればいいんですけどね。女性の数だけさあ、これは反対する人は増やしゃいいってもんじゃないと、そこに有能な、有能な女性が入ってこないと、数ばっか増えたって有能じゃない無能な女性が増えちゃったら何にもなんないじゃないかって言うんだけども、まずは増やさないことには話は進まないんですよね。そのうちから選抜されていくんですよ、ちゃんと適用できる人かって、有能か有能かでないかなんて誰もわかんない。その場についてみて、やっぱり能力発揮する人としない人がいたら、その時選別すればいいわけで、お互いに選挙で落とせばいいわけで。無能な女性が集まったってしょうがないじゃないかって言ったら、これじゃあ男も同じことだろうと。同じで今の自民党見てごらんよ。そうなんです。有能な男の人がもっとたくさんいれば世の中もっとうまくいくのに、無能な人が結局いるからこういう事態になってるんだろうってことになっちゃうんで、自分で言っててみんな気がついてないですよね。そうそう、女イコール無能なんだよ。そうそうそう、結局その女は話が長いとかね、結局そういった失言にこうつながってくんですよね。女は話長いなんしてて、自分たちであらかじめ決めて通過でやってるから短いで、会議では短くて済んじゃうわけでしょ、女の人たちはそういうことやってないから出てきたところで勝負だから長くなるの当たり前ですよ。だからこの女性の貧困問題なんかやっぱり現場を見ると、もっと現場の声っていうか見に行かないとダメですよね。やっぱり今回新型コロナと飲食業とか宿泊業は一番打撃を受けてるんですけれども、そこはやっぱり非正規の労働者が多いところなんですよね。やりやすいし、特別な技能とかなんかがないから、だからそこはやっぱり政府が、これこそ行政と政府がきちんと出てって、やっぱり やらないとダメですよね。だって生き死にの問題ですよ、食えなくなるわけだから。でもこの最中、今一番話題になったオリンピック、オリンピックはどうすれば開催できるんですかね。開催したいですか。いや、それはできるもんなら、私はずっと、私今年の初めぐらいからオリンピックはこの状態でやるべきではないってことは、私は言い続けてきた、テレビ局に怒られながらね、だけども
普通に考えたらやった方がいいに決まってんですよ。ここまで来たんだからってみんな思うよね、お金使って、ね、うん、だけども今どうやったってやるような状況じゃないじゃないですか。だって観客のいないオリンピックっていうのは感染にはいいかもしれないけど、オリンピック本来の趣旨とかね、国民、あの外国の人も日本人も一体となって平和という友愛となんだかで、うん、うわーっつってやるのと、うん、観客がいなくてやるの、それだけでももう異常じゃないですか。だってもともと安倍さんはそういう状態じゃやらないってね、最初おっしゃったのね、うん、ちゃんとした形でって、ね、完全な形で、うん、それは今もう無観客がもう、うん、もう普通に通りそうな感じだし、はい、しかもあの人だって今の総理誰だったっけ、菅さんだって菅さんだってなんでコロナを克服した証としてやるって言ってるのに、うん、克服どころは増えてるじゃないですか。そうなんですよ。こうしたらやっぱ旗を下ろすべきですよ。あの感情論であのコロナやっつけられる勝てるわけがないわけでね、うん、だからどうしたらできるのかっていうのを科学的なところでちゃんと言わないと、うん、選手が気の毒ですよ。もしこれで開催したとしても今もうデモがこう出てるぐらいだから、うん、この状態で選手がやって金メダル取りましたって中で、一方この終わった後感染拡大したらどうするんだって言ってる中で選手はたまったもんじゃないですよ、うん、これやっぱり誰の責任ですか、こんな風になってしまったのは。本当ね、私はもう政府だと思う、うん、うん、それとあの IOC は何なのあれは、ね、あれ何なの、すごい評判悪いじゃないですか。そうですよ、外国でもぼったりになったからとかぼったくり男爵とか言われちゃったり言われたりとかで、日本はなんか思い出したんですけど、昔ノーと言えない日本とかっていう言葉ありませんでした、ありました。本当はとっくにノーって言ってなきゃいけないんですよ、なんで言えないの？だって、だからそれがさっきの企業なの？スポンサーなの？決定権は IOC にあるから、日本が何か言ったって無駄って、それ確か無駄なんだけども、でも、我々はこういう状況だと国民の命を、都民の命を預かってるから、やりたくないんですっていう意思を伝えることができるんですよ。そうなんですよ。ノーと言わなきゃダメなんですよ。それで伝えた上で、それでも IOC をやるんだって言った時にどうするかってことなんだけど。その時はさ、国民全部がバックアップして、それなり何なり支援するでけど、そのまず表示をちゃんと総理がしないと。もう極端な話、小池さんとか総理が国民の前で涙流してね、我々は本当は命を守るためにやっちゃいけない、だけど IOC がこれはどうしても開催すべきなんだ、そうじゃないと IOC もひっくり返って今後二度とオリンピックができなくなってしまう、東京都も大変な莫大な赤字になる、だから国民の皆さん協力してください、オリンピックやらせてくださいぐらいのことを言えばね、まあね、うん、最低限そのぐらいのことを言わないと、なんか淡々とね、必ずやるんです、必ず成功しますだって、それはね、今この状況じゃ通らないですよね。一方で医療従事者がオリンピックを開催した場合には必要になりますから、医師が1日300人とか看護師が1日400人とか、まあ、無観客になれば違うんでしょうけれども、医療従事者たちも結構反対の声を上げている方もいらっしゃるんですよね。でも医療従事者言ってますよね、俺っち必要ないよなって、だってみんな連れてくるんだろうって、この日本に来る人たちが、選手たちがみんな連れてくるんだろうから、いらないだろうって言ってるんだけど、それ一体何なんですか ねえ、どっちが本当なの、それもちょっと分からないどっちが本当なのかは、だけどもともと東京だと暑すぎたって問題があったので、ね、最初に ね、もう暑すぎたところの騒ぎじゃなくなってきちゃってますよね。まあ、だから本当にトップたちがオリンピックを安心してできるような大会にするためにちゃんと話し合いをして、国民に全部さらけ出して、そうですね、正直に話して、それでも皆さん、どうですかって言わないことには、なんかそれが下手ですね。なんでああいう年配の人たちが下手なの、志らくさんがもしあその立場にいたら、そうやって全部話してくれるでしょ。私が総理大臣だったらば、うんうん、それはあのそう思っててもきっと古狸たちに押さえつけられたら何も言えなくなっちゃうよと。いや、そうかな、でもそれを弾き飛ばして言うのが、あの歴史に残る政治家のはずなんですよ。そうだよその昔のスミス都へ行くじゃないけれども、そうだよ、みんなに叩かれながらでも、俺はこれを言いたいんだと。そうだよ、で最初は他の人にもうブーイングで消されそうになるんだけども、それを言った人が残るんですけどね。そうだけどさ、あの何、あの人誰だったっけ、下村さんかな、あの人もまたちょっと変なこと言ってたのは新聞で出てたんですけど、なんだか選手に先にワクチンを注射するとかって言って、それもまたちょっと違う気がして、IOC がなんかファイザーのワクチンを選手団には無償で提供すると、そこには日本選手たちも含まれると、これは総理も金曜日の会見では言ってたんですよね。それは IOC から持ってくるんだ、IOC が。そうです、でもそこは調達すると、下村さんはその IOC のものを、下村政調会長が言ったその前に言ってた
わ、あの選手には、日本選手には先にワクチンを接種させる、ね、それもおかしいよね。国民の命がさ、危機状況に瀕しているときに、やっぱり選手だけにって、それも私もおかしいと思う。陸上の選手たちからもちょっと複雑だというような考えを、うん、当然そういう声は上がっちゃう、ね、これも伝え方が下手なんですよ ね, ね。まず選手にって言うと、当然、いや俺たちはどうなってんだ、まだ打ってない、お医者さんだって打ってないぞって声が出てくる、うん、そこはちゃんと順番ですよ、うん、ね、順番でちゃんと皆さんにも打ちます、うん、でこうこうこういうわけでオリンピックは安心なんです、うん、でこれ以上感染は増えないように頑張るんです、うん、ついてはオリンピックを成功させるために、まず選手の安全、うん、ですから選手、それからメディア関係、それはコーチ、うん、スタッフ全員に、打ちますからって言えばいいのに、うん、最初にまずは選手からっていうから、みんな、ちょっと違うんじゃないのになっちゃうよね。下手なんですよね、伝え方が。ね、でもね、だからダメだね、政治家もっと喋れなきゃね。うん、でも、元政治家だ。そんなことない。もうちょっと政治家になる前の背の字ぐらいで、敗退しちゃったから。政治家になってないんだもん。そろそろお時間ですけれども、この後5時台にも田島陽子さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、終わったんですか。またあとちょこっとだけ。5時台にお願いいたします。辛坊さんの話で。あ、後ほど。5月10日月曜日、時刻は午後5時を回りました。立川志らくです。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週月曜日は助っ人パーソナリティの立川志らくさんとお送りしています。で、今日はこの時間もスペシャルコメンテーターの田島陽子さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、お待たせいたしました。生存確認テレフォン5時の辛坊ですの時間。毎日毎日ね、つないで、毎日毎日、そうなんですよ。月曜日から木曜日つないで生存確認、生きてるかどうか、生きてるどうか確認する、ダイヤルしてみましょうかね。心強いよね。で、ちょうど先週の土曜日に日付変更線を、ね、超えたところなんですよね、うんうんうん、ですから今は夜の8時ぐらいで、ね、暗いかな。そうですよね、真っ暗だと思いますよ、あたりも、うん、でもその日付変更線越えた時は一人シャンパンを開けて、一応ね、海の神様と船の神様にお祝いをして開けたという情報が入っております。つながるかな、呼び出し音がね、なかなか鳴らないんですよね、うん、これで、まあ、ここのところはね、お天気もそんなに悪くなくて、ほぼ無風状態だそうです。ただ風がなくなってしまって、一時日付変更線を逆に越えられないんじゃないかみたいな、動かない状態もあったそうなんですけどね。いや、繋がんないですかね。繋がんないですね。嫌がってんだよ、辛坊さん。もう一回かけてみますか。もう一回かけましょうか。留守電になっちゃったね。はい、で、情報によりますと、カモメとかツバメとかイルカ、それからクジラも見たそうで、天敵のクジラも見たりするんだそうですよ。で、結構あの船の底にこういったあの動物がこうゴンゴンってぶつかってきたりするんです。怖いね。そうなんですよ。前回はね、それで船に穴が開いちゃって沈没しちゃったわけですからね。相当な力だね。そうですね。船に穴が開くってすごいよね。そうですよね。日付変更線をまたいだら一体どうなんですかね。またいだ状態いつになるんだ。どうですか ね, それね。でもここ日付変更線あれなんて分かんないんでしょ。線が引いてあるわけじゃないから、ね、分かんないでしょ。なんか機械が教えてくれるだけでしょ。線が引いてあるびっくりしますね。イノとね、ケイノでね、だいたいこの辺越えたかなっていうことですよね。読み間違えたりしてね、はい、今かけてるので、嫌がってね。ああ、そうですか、はい、なんか繋がんないですね。うん、いや、とりあえず繋がったらばエンディングあたりで、ちょっと田島さんと話すの嫌なのかもしれない。そうなの。ああ、ちょっとまた。じゃあこれ、エンディングでもう一回あのかけ直します。つながるかどうかね。はい、はい、ということで、ね、先延ばしです。さあ、これから辛坊さんの不得意なテーマに行くし。時代はね、そうなの。ちょっと様子見て、絶対分かろうとしないから。終わったぐらいにね、かけてみましょう。はい、ではニュースに行きます。ズームそこまで言うか、この時間も助っ人パーソナリティ立川志らくさん、そして日本放送森田さんにも入ってもらいます。スペシャルコメンテーターは田島陽子さんです。ではこの時間解説するニュースはこちらです。ジェンダーギャップ指数、日本は120位。男女格差の大きさを国別に比較した世界経済フォーラムによるジェンダーギャップ指数2021が3月31日に発表されました。
日本は調査対象となった世界156カ国のうち120位でした。特に衆議院議員の女性割合が低いことなど、政治参画における男女差が順位に影響しました。さあ、それでは、スペシャルコメンテーターの田島陽子さん、スペシャルってついてますから舛添さんの時はつかなかったですけどただのゲストだったんでスペシャル。やっぱりこのジェンダー問題、これは120位って、これ言ってどうしてこんな先進国でありながら日本は遅れてるんですか？その先進国ってのはおかしくて、うん、先進国になったのはその経済成長があったからでしょ、うん、その時ね、日本はものすごい工夫しちゃったんですよ、政府は、男社会は、どうしたかって言ったら、はい、男はその先進国になるために、経済大国になるために14時間例えば働いたでしょ、うん、はい、14時間働けるのはどうしてだったんですか、うん、なんでそんな一人の人間14時間も働けたんですか、家庭を持って、うんうん、ね、それは女性が家で家庭を守るっていう形を作った、女性が家で家庭、うん、そういう、だから性別役割分業っていうのが、うん、この全ての根幹にある悪なんですよ、うん、はい、男は仕事、女は家庭で、その女は家庭にいる女はさ、ただ働きだったわけ、うん、ね、例えば女性の家事労働代は経済企画庁でさえ出してる、はい、何十年か前に最低でも25万円、うん、で老人介護は21万円、すなわち40何万円をただ働きしてたわけ、うん、女性は、うん、だから今から結論から言っちゃえば、女性今貧困、年取って貧困の女性が多いわけ、うん、年収それが120万とか暮らしてる、はい、その人たちに金返せって私は言いたいぐらい、今、ね、再払いしろよって言いたいぐらい、うん、すなわち日本の経済発展は女性搾取によって成り立ってたわけ、うん、ね、だけど例えば途中からいろいろ変わったよ、うん、あの結婚した時点で男が財産増やしたら、それを離婚するときは夫婦で半分分けにする、うん、離婚しなきゃそれもできないわけだから、じゃ あの財産分けて半分もらったからといってそれでいいかって言ったら違うよね、やっぱり人間って自由に自分で生きたいわけだから、うん、ただ金もらえばいいわけじゃないじゃないですか、はい、だけどそうやって女の人生は専業主婦で子育てと夫のために働くこととあのっていう決められてきたでしょ、うん、それが全ての原因なんですよ、うん、それで良妻賢母っていう言葉は明治時代からもあって、うん、これは今に始まったことで、日本はもう実は大化の改新ぐらいからそうだった、もう下びた言葉使えば、うん、男にとって、あるいは男社会にとって、女は穴と袋でしかないわけですよ、うん、穴っていうのは分かりますよね、はい、快楽の相手で、それからもう一つは袋っていうのは、お袋さんっていうようにやっぱり小海、うん、それだけが女に期待されてきたわけです、うん、特に戦争をしている間はずっとそれで来たわけで、明治時代になってから良妻賢母っていうのがあって、良き妻と賢い母、うん、それは何かしたら良き妻と賢い母、でもそこに自分はないんですよ、うん、だから良妻賢母を押し付けられた人は立派なお母さんになって、男勝りの人は生まれたかもしれないけど、じゃあ自分の人生を自由に生きたかしと違うんですね、うん、その延長線で性別役割分業で経済発展するために女性を家庭に閉じ込めた、これが全ての根源だと、うん、私は言うの、あのそれぞれ皆さん奥さん持ってたり、それから専業主婦の人もいるけど、それを個人的に責めてるわけじゃなくて、国が国家発展のためにそういうことを作ったことを、制度を作ったこと、仕組みを責めてるんですね。田島さん、あの制度のこともおっしゃってて、例えば今ワクチンの接種も、あの資格を持っているのに仕事についていない潜在看護師の方、こういった方も活用できないかっていう話があるんですけれども、年収が130万円を超えてしまうと扶養枠を外れてしまうと、あの社会保険制度がありますよね、こういった制度が問題ではないかと、まあ、今日河野大臣はその辺はあの見直すというふうにおっしゃっていたんですけど、そういう制度がやっぱり、それでね、例えば専業主婦だって、ね、あの働けばいいじゃないかっていうと、その103万円で決められた範囲内で働くんですね、うん、で専業主婦っていうのは所得税も住民税も年金の掛け金も健康保険の掛け金も払わなくていいんですよ、うん、専業主婦になると、うん、それはあの夫がそれ以上働くとあの支払わなきゃいけないんだけど、全部夫なんですよね、うん、じゃあ103万円以上働けばいいじゃないか、130万円以上働けばいいじゃないかって言ったけど、それを全部支払わなきゃいけないって言うと、今までの生活のリズムと違うから、なかなかそれはできないですよね、うん、扶養控除を受けられなくなってしまうと、男性側が言うケースがある。女の人はその扶養控除のために結局自由がないわけですよ、うん、専業主婦の人は自由に働けないわけですよ、その壁があるから、うん、元からその江戸時代から
ずっと男尊女卑で、それが日本人のいい部分でもあった部分ありますよね。男が働いて女性がうちにいて、だけど女性は男を、亭主を手のひらの上でこうやって泳がしてるみたいなのがいいと思ってた日本人がいた。そこへ戦後経済のために先進国になるために、一気にこれが悪い方向に行ってしまったんですね。悪い方向じゃなくて、男を手のひらで遊ばしてれば素晴らしいじゃないかっていうけど、うん、女はそんなことじゃなくて、もっと自分の人生を自由に生きる権利があるんです。それは人権なんですよ。全部男性目線で物事がこう作られていた。そう、そう、おっしゃる通り、全部それは男性目線だった。だそれが本当は気がついてる人はいっぱいいたんですよ。うん、男は辛いよって、寅さんの映画でね、うん、妹の桜の亭主の前田議員さんがやって、ヒロシが、うん、とにかくお母さんが死んでしまったって。で、お父さんがもうやっぱりもう亭主関白。で、葬式で、もうとにかくお母さんは一生懸命お父さんのために働いて、うん、素晴らしいお母さんだったって話をすると、ヒロシが怒る。何を言ってんだ、うん、お母さんはお父さんの女中だったじゃないか、お母さんのどこに幸せがあったんだって言うと、それよ、兄弟怒るわけで、お前でも分かってないって、うん、でもどっちが分かってないかで、すでにもうそこに山田洋次監督が気がついてた、うん、それが、なかなか受け入れられなかった、うん、だけど今ようやくここに来てみんなが声を上げるようになってきたんですよね、うんうん、だからこの順位っていうのは、まずだから政治家が147位ですよ。これはっていうことは、女性のための政策が何にもないってことなの。女性の数がそれだけ少ないってことは、男の、言っちゃ、極端に言っちゃえば男に便利な政策しか通ってないってことなんですよ。それは、うん、だから幼稚園とかその、保育園とかの少ない、うんうん、またそこで働いてる人たちの給料がものすごい安いとか、そういうこと、そこら辺はだから男性が、変えていくって口では言うんだけども、やっぱりそこは女性が政治に参加してどんどん変えていくしかもう、そういうことで、恥ずかしいですよね。で、今女性の給料はやっぱりフルタイムでも男性の 70% しかないでしょ、ね、するとね、結局ね、全てが回るんですよ、うん、子供交通事故を起こした時に子供の命の値段でも男と女で差があるんですよ、うん、例えば女の命は、女の子の命は220万円、ただ男の場合は1000万とか、それで近頃ね、男に合わせて変えましょうって傾向にはなってるけれども、うん、すなわち男と女の間の給料差があることは、子供の命の値段まで違うんですよ、事故を起こしては、うん、全てがそのレベルでいくから、女の地位はものすごく低いんですよ、日本では、うん、これ絶対変えていかない。まず給料が違ったらおかしいですね。能力によってやっぱり決めるべきですよね、うん、だけど女の人はやっぱり家庭を持っちゃうと、男は家事、うん、子育てしないと、うん、結局女の人がそれをやるとフルに働けないんですよ、ね、女の人は死んじゃうんですよ、うん、大変で、うん、みんな癌になっちゃったり、うん、ね、子供もできなくなっちゃったり。だから男の人が、要するに働く時間をね、スウェーデンみたいにみんながね、4時ごろ帰ってきて、うん、夫婦で子供連れて公園に行って、それから帰ってきてみんなでご飯作って晩ご飯食べるみたいなね、そういうになればいいけど、日本の男の人14時間も、例えばですよ、10時間も働かせるとしたら、その負担は女に来てるわけだから、まず男の人の働き方も本当に変えなきゃいけないんですよ。うん、まだまだだなという感じもありますけれども、田島さんにはこの後エンディングも少しお付き合いください。辛坊さんの中つながる、そうなんですよ、もう一回チャレンジしますね、はい。エンディングリクエスト、お送りしているのは私、立川志らくが選曲しました千秋直美の赤とんぼでございます。千秋直美の名曲中の名曲で、緊急事態宣言で多くの飲食店が潰れてしまった、それぞれこの歌もお店が潰れたっていう話なんだけども、ちゃんとそこに一つのちっちゃいながらもドラマがあるんですよ。だからそのことをトップたちは考えてほしいですね。そういった意味を込めてちょっとこの曲をかけました。赤とんぼでした。さあ、先ほどね、5時の生電話つながらなかった辛坊さんですが、お電話つながってるみたいです。辛坊さん。はい、どうも。あ、辛坊さん。ずっと待ってたんですけどね、電話かかってこなかったですよ。いやいや、つながらなくて、今日ね、田島陽子さんがお見えになってる、ちょっと。辛坊さん嫌がってるのかなと思って、私と話するの。そうなんてですね、もう、用意万端、電話の前で正座して待ってたんですけど、電話電話かかってこないから、あれおかしいなと思って。なんかね、電波がね、結構ね、衛星の具合でね、切れたりするらしいんですよ。ちょっと今日調子悪い感じですね。田島さんが、はい、ジェンダー問題、辛坊さん苦手だけど、じっくり話したいと。嘘嘘。ここでなんか話しないよ。元気で嬉しいです。寂しくないですか？ごめんなさい。ね、あんまり聞こえないんですよ。途切れ途切れで。あら。嬉しくないかという質問ですか。あ、それにか、うん。変わりますね。はいはい。人間が寂しいって感じるのは、うん、例えば5人、6人でいるときに心が枯れてないと寂しいと思うんで、うん、1人でいる分には全然寂しくないですね。一人でいるということは。すごくよくわかる。
まあ、そういう意味ではね、今太平洋のど真ん中でね、うん、この一週間ね、船の一艘も見なかったっすよ。だから、まあ、何にもない。いるのは鳥とクジラぐらいですね。クジラは大丈夫ですか？クジラはね、今、あの、ちっちゃいクジラ、多分、ゴンゾウクジラぐらい、4、5メーターぐらいのクジラとかね、イルカとか、そんなんですね、見てるのは。懐かしいね、辛坊さんの声。でも、早く帰ってこないと忘れちゃうよ。うん。いいんです。もう、あの、忘れてください。僕のことはほっといて。ほっとけないでしょ、今だって。白木さんが一生懸命やってるよ。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。とりあえずね、毎日がサバイバルですから、とりあえず、ね、目標生きて帰る。これで頑張ります。そりゃそうですよ、最低限の目標は生きて帰るですからね。全く人恋しくないですか、辛坊さん。人恋しくはない。ごめんなさい、聞こえない。あ、電波の悪いが。人恋しくないですか？ あららららら。ちょっと。まあでもね、あの、明るくちょっと冗談も出るぐらいだったので、無事にね。ねえ、今のところは大丈夫ですよ、ね。冗談も出なくなった時あったんですか？うん、結構ね、あの、最初の方は荒れた天気と格闘していて。5メーターぐらいの波になった。そうなんですよ。もう3回ぐらい死にかけたっておっしゃって。あ、そうなの？そうなんですよ。なんか辛坊さんからかいたくなっちゃってさ。なんてだろう、困っちゃうな。冗談言いたくなりますよね。そうそうそう。委員会でのなんかかな。で戻ってきた時ね、どうなるか、またバトルが繰り広げられるかどうかですよ。あの人やらないかもね、新しいことやるとか言ってた、私が聞いたらね、なんか他のことやろうかなとか言ってた。戻ってきたら、どうかな、でも分かんないよね、これ分かんないよね、なんか謎に包まれた風に作ってるんだけどまあね、お天気もね、ね、明日ちょっと雨が降りそうで、辛坊さんのいる時点ね、あの、若干風も強まりそうということですけれども、まあ、あの、このまま順調に進むのではないかと思われますので、また5時にね、確認をしていきたいと思います。毎日こうやって連絡なさってる。そうなんですよ、ね、それはいいね、辛坊さん心強いね、そう思ってくれるといいですけど、出なかったらだっていないってことだもんね、何か起きたってことだもんね。1週間全く繋がらなかったもん、みんなそわそわしますから、ね、そうだよね、1週間繋がったら終わるよね、辛坊さんすごく心強いよね、皆さんのおかげで繋がることをね、お祈りしながらやっていきたいと思います。さあ、お聞きの日本放送、この後はショーアップナイタープレイボールです。そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップ、明日のコメンテーターは地政学戦略学博士の奥山正史さんです。で、午後3時半からのこのズームそこまで言うか、明日は助っ人パーソナリティー小倉智昭さん登場いたします、はい、ちょっと久しぶりになりますけれどもね、はい、今日はあのリクエスト曲でもって田島さんのシャンソン流しが良かったですね。6月20日には、ね、リサイタル予定されてますからね。 CD なんてもう10年前のだからね、今のは知ってもマシだと思うんだけどな。そこまで言うか、お相手は立川しなくと、あ、田島さんと増山でした。